ディーター・クライトラーは、ドイツの作曲家、クラシックギター奏者、指揮者、エーベレーベン出身。デュッセルドルフで育ち、はじめは工学を学んだが、1965年に音楽に転校した。すでに合唱団や吹奏楽団で指揮経験があったクライトラーは、ロベルト・シューマン大学デュッセルドルフでギターを専攻し、1970年に、 音楽教師の資格を取得した。その後フリーランスのギター教師をしていたが、1973年にケルン音楽大学、ブッパータール校の講師となり、1975年には教授に就任した。学科長などを歴任した後、2009年に退職した。大学の職務の他に、デュッセルドルフ・マンドリン・オーケストラやノルトライン、ベスト・ファー練習率、 マンドリンオーケストラなどのマンドリンオーケストラの指導に当たりドイツマンドリン連盟の顧問を務めた。さらに、リューベックのギター教授のアルベルト・アイグナーと25年以上に、わたってデュエット・コンセルタントというギターデュオを組んでヨーロッパ各地で演奏活動を行った。その他にも各地で音楽祭やコンクールの審査員を務めた。また、ギター教則本の執筆も行っている。 1994年にはアマチュア音楽への貢献により、ドイツ連邦共和国功労勲章を受賞した。ランディサップ・ホークエスター1978から2009。ありがとうございます。